にちは、わかなずキラキラキッチンのお時間です。今日の食材はこのキュートなさくらんぼです。さくらんぼの冷製パスタを作りたいと思います。あなたの食卓をキラキラ輝かせる、わかなずキラキラキッチン。本日はさくらんぼを使った冷製パスタを作っていきます。日本のさくらんぼは酸味と甘みのバランスがとても良いので、お料理にも向いています。国産のさくらんぼは料理に向いているんですね。続いてオリーブオイルやレモン汁などの調味料を混ぜたところにカットしたさくらんぼを投入。ここが本日のポイントなんです。さくらんぼは切って空気に触れると茶色く変色をしてしまうので、このワインビネガーとレモン汁で変色をするのを防いでいます。鮮やかな色が損なわれないんですね。湯むきしたトマト、スライス玉ねぎ、焼いたベーコンもボウルに入れてよく混ぜ合わせておきます。そして本日は冷製ソースともよく絡む 1.4 ミリのやや細めのパスタを使用します。茹でたら水でしっかり締めて、カットしたバジルとボウルに入れてよく混ぜ合わせておきます。次に生クリームを泡立てていきますが、砂糖ではなく塩を使って甘くない生クリームを作ります。今回はお料理に使うので甘くないクリームでコクを出しています。あとはお皿に盛り付け、生クリームとさくらんぼ、アーモンドスライスを添えたら、さくらんぼの冷製パスタ完成です。さくらんぼの甘みと酸味を生かした冷製パスタです。生クリームでコクをプラスして、スライスアーモンドで香ばしさをプラスしています。生クリームを少しずつ混ぜながら絡めて食べてください。ベーコンの代わりにツナ缶を使ってお手軽に作るのもおすすめです。先日紹介したお料理も続々と届いていますよ。